トライトンはアメリカ海軍の潜水艦、タンバー級潜水艦の一隻。艦名はギリシア神話のワタツミトリトンにちなみ命名された。余談だがスペイン語でトリトンはイモリの総称でもある。その名を持つ艦としては1918年に短期艦使用されたタグボート以来3隻目。トライトンは1939年7月5日に メイシュー・キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1940年3月25日に、キング夫人によって、命名、浸水し、1940年8月15日に、艦長をイリスエーレント少佐の指揮下収益する。トライトンは1941年1月14日から3月26日まで、カリブ海で成長訓練を行い、そのほぼを詰ますから、 ニューロンドンの海域で、機雷不設訓練を行った。ポーツマスを7月1日に出港し7月12日にパナマ運河を通過、7月20日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。その9日後、姉妹艦のトラウトと共にハワイに向けて出港し、8月4日に真珠湾に到着した。トライトンは第62潜水隊に配属され、 8月30日から9月15日まではミッドウェイ島近海で訓練公開を行い、その後はハワイ水域で艦隊訓練に参加した。11月19日、トライトンは平時紹介のため西に向かい、11月26日にウェイク島近海に到着した。12月8日、トライトンはウェイク島の方で一条の煙が立ち上っているのを見たが、 トライトンではその煙をウェイク島で目下行われている建設工事によるものだと推定した。その夜、トライトンが充電のため浮上し、ラジオをつけると真珠湾攻撃の情報が入ってきた。ウェイク島も爆撃されており、直後にトライトンはウェイクから被退するよう命令された。この日から自動的に戦時紹介に切り替わった。翌朝、トライトンは日本機が ウェイク島を爆撃しているのを見た。12月10日夜、トライトンは浮上し、充電をしていたところ、ウェイク島から照明弾が打ち込まれたのか、日本の駆逐艦や軽巡洋艦の姿が浮かび上がっていた。トライトンは艦艇に接近し、震度37メートルで、艦尾発射艦から4本の魚雷を発射した。これは、 第二次世界大戦における最初のアメリカ潜水艦の雷撃だった。58秒後に爆発音を聴取し、震度53メートルに被体して、戦場を去った。しかし、実際には何も被害を与えていなかった。一連のウェイク等の戦いには、真珠湾攻撃帰りの第二航空戦隊も参加していたが、トライトンはその動きに全く気づかなかったし、攻撃もしなかった。 そもそも、ウェイク島の海兵隊員350名を救うための努力に欠けていた。12月21日に、トライトンは帰祷するよう命令を受けた。12月31日、トライトンは42日間の行動を終えて、新珠湾に帰祷した。1942年1月25日、トライトンは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。担当海域で、上海、大連、 朝鮮半島を結ぶシーレーンを中心に紹介。2月17日、トライトンは九州沖で貨物船を発見し、魚雷を4本発射。1本が船尾に命中したかに見えたが、貨物船は別段変わりなく動いていた。同じ日の夕方、トライトンは男女群島沖で大戦相当中の特設砲艦第五信ぶ丸を発見。トライトンは 距離1100メートルで魚雷を2本発射し、うち1本が命中。トライトンは一旦は浮上したものの、砲火にさらされて、すぐ先行。第5のブヒロ丸は、数回の重い爆発を起こして、急速に沈んでいった。2月21日の夜、北緯32度25分統計126度23分、北緯32.417度統計126.383度、 32.41726.383の地点でトライトンは充電中だったが、3マイル離れたところにいる船を発見し先行。相手は2隻おり、そのうちの1隻である輸送船秋マルに対して、魚雷を2本発射。1本が命中し、光りなりした秋マルからの水煙がすごかったので、2番目の船に対する攻撃は諦めた。 2月27日夜にも、北緯31度50分統計129度03分、北緯31.833度統計129.050度、31.833、129.050の地点で攻撃を行ったが、成果は定かではなかった。トライトンは、この紹介で、攻撃的であったことや2隻1万2000トンの戦果が、 強化されたが、当時不足していた魚雷の使いすぎが指摘された。3月17日、トライトンは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島艦長が、チャールズ・シーカーク・パトリック少佐に変わった。4月13日、トライトンは3回目の紹介で、東、シナ海に向かった。10日後の4月23日、トライトンは、南鳥島近海で1000トン程度のトロール船を、 県、至近距離で魚雷を2本発射したが命中せず、ついで浮上して3インチ砲弾19発と機銃で敵戦を撃沈した。これは今回の戦争における浮上砲戦で相手を撃沈した最初のアメリカ潜水艦の事例となった、と評価された。5月1日朝、トライトンは折からの鈍天とソナーの調子が不十分な中、 北緯28度05分統計124度00分、北緯28.083度統計124.000度、28.083124.000の黄色沖で6隻の輸送船と1隻の護衛艦からなる輸送船団を発見。この船団は南方作戦を終えて満州国に帰還する関東軍などを輸送する第三戦車団輸送船団であった。 トライトンは、戦団中の一隻である、陸軍輸送船高谷タマルに向けて、魚雷を2本発射。うち1本が、高谷タマルの左舷後部に命中して撃沈した。5月6日朝にも、北緯28度25分統計123度37分、北緯28.417度統計123.617度、28.417123.617、28. ののの地点で、で、にに、駆逐艦呉竹ををを列列航行する輸輸送送団を発見。まず左丸下魚雷を命中させて撃沈。夜になって、北緯28度40分統計124度00、分、北緯28.667度統計124.000度、28.667 12、124.000 28.、12 の地点で、うレツ交尾の陸軍船を大本丸に向けて、魚雷を4本発射し、2本命中させて、これを撃沈した。5月15日、トライトンは、北緯28度22分統計132度02分、北緯28.367度統計132.033度、2 8 3 6 7十3 2 0 3 3の薬島南東海上で2隻のトロール船。 改め坂井丸と、幸い窓か丸を発見し、二隻を、浮上方船で撃沈後繊維を捕虜とした。翌16日、トライトンは、北緯29度05分統計135度25分、北緯29.083度統計135.417度、2 9 0 8 3十3 5 4 1 7の地点で、 三五回回線で損傷し、帰還中の空母昇格を発見。しかし、トライトンから昇格までの距離は6100メートルと離れており、しかも16ノットと思われる速力で航行していた。トライトンは浮上し、19ノット強で追跡しつつ、空母発見を打電したが、これは司令部に受け付けられなかった。翌17日、トライトンは、 北緯29度25分統計134度09分、北緯29.2417度統計134.150度、29. 2 9一4 1 7 1 3 4 1 5 0の九州正法で、司令塔に日の丸を掲げているイ64を発見。イ64は、クエゼリン干渉を経由して、ミッドウェイ島近海に向かう途中であった。 トライトンは日の丸に精準を合わせて、魚雷を発射。魚雷は E64 に命中し、E64 の艦隊の一部は30メートルも吹き飛んだ後、完備から沈んでいった。E64 の生存者が周辺に漂流していたが、先に撃沈したトロール船船員を収容していて、余裕がなく救助はしなかった。4日後には別の潜水艦を発見し、 魚雷を4本発射したが命中しなかった。ミッドウェイ海戦当日の6月4日、トライトンは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。駆逐艦士日6月25日、トライトンは4回目の紹介で、アリューシャン列島方面に向かった。7月4日、トライトンは、アガッツマサボック、サキ沖でノームの中を紹介していた。 霧が晴れてきた昼頃、トライトンは旧ノットで航行中の駆逐艦シビを発見し、距離2700メートルから魚雷を2本発射。そのうち1本がコビの右辺に命中、コビは艦隊切断の上転覆し、7分で沈没していった。7月28日と29日には貨物船を発見したが、霧で見失ってしまった。8月9日、トライトンは、 潜望鏡のようなものを発見し、緊張が走った。しかし、トライトンは深く先行してことなきを得た。8月15日にはぼんやりとした、視界内に船を発見し、距離1400メートルから魚雷を4本発射。2回の爆発があり、60メートルに及ぶ炎を見た。相手は、駆逐艦より大型の艦船と判断されたが、その日付に公認された。 日本戦の沈没記録はなかった。その後は敵との接触もなく、結果的にトライトンは、この紹介で2隻3100トンの戦果を上げたと主張したが、戦後のジェニックの調査の結果、小髭劇沈だけが認定された。トライトンは8月30日にダッチハーバーに寄港し、補給の後、翌31日に出港した。9月7日、 トライトンは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのため12月6日まで、真珠湾海軍造船所に入居した。12月16日、トライトンは5回目の紹介でウェイク島、カロリン諸島方面に向かった。途中、トライトンは、ウェイク島を爆撃する B-24 に対する支援を、パイク、フィンバックと共に命じられた。トライトンは、 米ク島近海で救助配備に加え、12月23日の夜間に爆撃した B-24 の誘導を担当した。この任務での救助活動はなかったものの、これが潜水艦による人命救助任務の行使となり、救助活動を含む航空部隊への支援は、以後の潜水部隊の主要任務の一つとなっていった。12月24日、トライトンは、 ウェイク島に入港しようとする特設給水船第1アマカスマルを発見。距離910メートルから魚雷を2本発射し、1本が命中。第1アマカスマルはもうもうとした煙と蒸気を発して瞬時に沈没していった。攻撃後、トライトンはブリスベンに進路を向けた。12月28日、トライトンはポンペイ島沖で 距離6400メートルのカナタを航行中の火脚船オミマルを発見。接近した後魚雷を3本発射し、命中させてオミマルを撃沈した。多くの残骸が浮いていたが、生存者は見つからなかった。トライトンは12月30日以降、トラックとラバウル、ニューギニアの各航路が交差している海域を紹介した。1943年1月10日、 トライトンは不審船を発見し観測したところ、相手は病院船であることが分かり、攻撃は控えられた。3日後の1月13日、トライトンは特設運送船アケボノマルに対して、魚雷を4本発射。うち1本が命中し、アケボノマルがトライトンの潜望鏡に向けて発砲してきたので、トライトンは一旦深く先行した後、再び潜望鏡深度に戻して、 魚雷を4本発射。2つの水柱が立ったものの、爆発はなかった。翌14日には、貨物船を発見し、攻撃しようとしたところ、護衛艦による爆雷攻撃を受け、2時間もの間新震度でじっとしていた。1月16日にも2隻の貨物船に対して、雷撃し、2つ命中したと判断されたが、確認はできなかった。トライトンは最後に残った。 魚雷3本を大型貨物船に向けて発射したが命中しなかった。1月26日、トライトンは40日間の行動を終えてブリスベンに帰島艦長がジョージ・ケイ・マッケンジー・ジュニア少佐に変わった。2月16日、トライトンは6回目の紹介でソロモン諸島方面に向かった。トライトンはショートランドとラバウルへの補給路を紹介するよう命じられていた。 2月22日、トライトンは、ブカ島に、煙が上がっていることと、同等の日本軍の新しいレーダーの存在を、報告した。3月6日、トライトンは、北緯 00°37 分、統計 145°30 分、北緯 0.617° 統計1 4 5 5 0 0度、0 6 1 7 1 4 5 5 0 0の、マヌストー近海で、ラバウルからパラオに向かう。 f2 戦断を発見。6本の魚雷を発射し、陸軍輸送船霧はまるに2本命中させて撃沈し、陸軍輸送船メトマルの選手にも、魚雷を命中させた。護衛の駆逐艦ユーズキが反撃に向かってきたので、トライトンは額。翌日、この戦果を司令部に報じた。3月8日には別の輸送戦断を発見。魚雷を、 合計8本発射し5つの命中を得たと判断したが護衛艦の放火により確認できず追撃もできなかった3月11日トライトンは両艦と共に2つの輸送船団を追跡しそれぞれ5隻の輸送船が加わっていることを報告この両艦は隣の紹介海,海域にいたトリガーであった3月13日トライトンは 南位02度00分統計145度44分、南位2.000度統計145.733度、マイナス2.000145.733の地点から、駆逐艦、秋風らと思われる三隻の駆逐艦の行動に注意を促す内容の情報を送信。これがトライトンからの最後の更新となった。司令部はトライトンに対して、マヌス島から、 ムソー島に至るショークを綱及びグリーンリングと変わるよう命令を発したが応答はなかった。トライトンは帰還期日の3月25日になってもブリスベンに帰還せず4月10日トライトンは紹介期限を過ぎたとして喪失が推定された。3月15日隣接ショークのトリガーは難易00度02分統計145度05分。 何0.033度統計145.083度 -0.033145.083 の地点で輸送船団を攻撃。陸軍輸送船東洋丸を撃沈したが反撃を受け、新進度にしたい。トリガーに対する爆雷攻撃が終わった後、トリガーは遠方で1時間に及ぶ別の爆雷攻撃の音を聴取していた。これ以降、 トライトンからの音信は途絶えた。戦後明らかにされた日本の記録によると3月15日に3隻の日本の駆逐艦がトライトンの割り当てられた領域の少し北西で潜水艦を攻撃し湯膜、残骸及びアメリカの印がある外装を観察したとありアメリカ海軍の公式資料はこの日付をもってトライトンは戦没としている。なお、 感染研究家の木又茂夫は潜水艦攻撃長所に添付されていたこの時の残骸等の写真が第24号区選定の項にあったという記憶から第24号区選定がトライトンを撃沈した可能性が高いとしている陳説としてトライトンはブリスベン近くのモートン島の付近で日本が付設した機雷への触雷かオーストラリア海軍のパイロットによる誤爆で沈み トライトンの戦没はオーストラリア海軍によって隠されたという噂が今日も残っている。その記述はトライトンの沈没推定日から2週間後のこととされ、ブリスベンにはトライトン向けの郵送物や新鮮な果物、アイスクリームが用意されていたという。もっともオーストラリア戦争記念館の見解ではオーストラリアの陸上砲台が潜水艦を撃沈したことはありえそうで実はなく、 たとえ5人撃沈を戦争中は隠していたとしても、戦争終了後数年のうちに真相が出てきただろうとしている。トライトンは第二次世界大戦の先行で5個の従軍政賞を受賞した。戦後のジェニックの調査で5982トンに、下方修正、アンロンマル1として公認1943年3月12日に、威力がこの付近に嫌いを付設している。 ありがとうございます。